ということで、今日は7月6日、ですけどもね、ちょっと夕方になっちゃったけど、大事な用事があるんでね、今日は。よいしょ。てか、みやびがあの服着てんの久しぶりに見た気がすんな。なんか最近、最近なんかジャージとか、なんか青いパーカーとか私服ばっか見てたけど、似合いますね、やっぱり。着物が似合う。いい女、みやび。よっしゃ。なんか見てるななんか手帳チェックしたね今ね。はい、こんにちは。はい、5時44分です。きたこれよ、これ。待ちに待ったミラネーの誕生日ミラネーにはね、めちゃめちゃ世話になってるから、これは手土産持っていかねえぞ。よいしょ。さあ、まあまずはお手紙見てから、よいしょ、来てるかな。いっぱい来てんね。あ、ゆめみさん、ゆめみさんから2つ来てる。ちょっと待てよ。魚、あ、ブロッコリーくん、あら、これあれじゃない、誕生日プレゼントのお返しかな。この前の僕の友達レオンボンくん嬉しい、はい、お気に入り。この前のお誕生日会、君が来てくれて嬉しかった。おまけにプレゼントまでもらっちゃって、もう大満足だったよ。俺にこんなのを用意したんだけど、もらってくれるかな。ウキウキのブロッコリーな可愛い、やったぜ、お返しもらった。で、ちょっと待ってね。なんかいろいろ物買ったりしたんだけど、よいしょ、ちょっと持っといて。みやびからも手紙来てんね。大好きなレモンさんはぁやばいやばい、膝から崩れ落ちそうになった。大好きなレモンさんへ。今日はなぜか朝起きた時からあなたへメッセージカードしたくて、ずっとそわそわしたな恋してるじゃん、みやびこれといった用事はないんですけど、何してるのか気になっちゃって、この気持ちあなたに届きますように、みやびでした俺のことが好きじゃん、みやび。ふらら、レオピー、聞いて聞いて、この前お買い物に行ったら可愛いペンケースを見つけて、つい買っちゃったんだ。思いがけず散財しちゃった。レオピーは衝動買いってしたことある？買い物好きな、ふらら全然違う、みやびと見て、このみやびのこの無印良品で買ったようなこのこのメッセージカード、これに対してふらら、このビガビガよこれ女子小学生が好きそうな、これすごい。でハッピーホームアカデミーね。なんかこんな点数高かったっけ。めっちゃ点数高くなってる。で1号が今度プレゼントくれたの、これ。いきなりだけど、レオモン、お前にこれをやるから、もしよかったら使ってみてくれ。昼間スポーツでいい汗をかけば夜しっかり眠れるぞ。運動神経抜群の俺が言うんだから間違いないぞ。スポーツマンの1号より。これなんだろ、プレゼント。ちょっと待って、わかんなくなっちゃいそうだけど、ちょっと待ってよ。一回ちょっとブロッコリー君のプレゼント見るか。これかな、以上。じゃん、プロレス。あぶね、間違えるとこだったぞこれまさかこっちが1号からじゃないよ、これブロッコリー君がくれたプロレススーツ、いいね、いいのもらったな、これ1号が羨ましがるぞ。で、これが1号からもらったやつな。こっちのプレゼントが、おい、プロテインシェイカーちょうどいいもう2人で示し合わせたかのようなプレゼントじゃん。プロテインシェイカーにプロレススーツありがとうな。ほんで、ゆめみさんがこれ多分夢を、夢バンチ作った時にもらったプレゼントで、1号からもう1個来てる。おっ、スレモン、聞いてくれ、おいらこの間トライアスロンの大会で念願の金メダルすごすぎるだろ。でも表彰台に登ったところで転んで目が覚めちゃってちょっと普通に騙された。クソ、夢落ちか。1号って1号出せ、これいいな、真似したい。これはで、これゆめみさんの夢1回更新したんだよね。なんでもう1個くれたのかな。なんかすごいな、毎回手紙がいっぱいだね。よいしょ。夢のベル引き会見ってなんだ、夢のベル引き会見、なんかわからんけど、ゆめみさんに夢をあげるとこれくれるのかな。プロテインシェイカー、ちょっと待って、
いいなプロレススーツこれ、すごいなこれ。もうさパーティー行けるだろこの格好で。この格好で行けるよな。でもせっかくだからあれかエイブルシスターズとかちょっと見に行くか。プレゼントも何あげようかな。あちょっと待って、アジサイアジサイ、いいねいいね、綺麗に咲きましたね。いいじゃないいいじゃない。でこっちの方にも植えたよな。あいいいい。いい感じになってる。あらブロッコリーくん買い物してきたのかい。ね、買い物バッグ持ってこんにちは、ありがとうね。これどう似合ってるこれ。ブロッコリーくんがくれたやつこれどうよ。うん、お散歩中だったのねえ。緑も増えたし花もいっぱい、つか花結構さ後輩いっぱいしてんだよな。ピンクとかこれオレンジも咲いてるし、ユリも結構咲いてるよね。いいねいいね。あー青いの咲いてる、いいじゃんいいじゃん。ちょっともっと場所広くしたいな。これ以上増えないもんね。これちょっとあの夢バンチをね、あの登録するときになんか道具とか持ち込めないから置いとくと便利だよっていう話を聞いたんで、ちょっと片っ端からとりあえず置いといたんだけど、しまうわ。よいしょ。まあまたね綺麗に、まあ島がちょっと変わったら夢バンチ更新しようかなと思いますけど、ほい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 。さあそしたら一回ちょっと仕立て屋さんちょっとチラ見したいな。ここちょっとやばいな、ちょっとさすがに雑草生えすぎ。ここなんか花にしたいな。あっちの花めっちゃ増えたからチューリップとかこっちに移動し、ちょっと待て、おいおいおい、日暮らしが泣いてるぞ。ちょっと待って、俺日暮らし取った、え取ってなくない、セミが鳴き始めてる、夏なんだが、うわー綺麗な声だこれ、うわー夏だ、めっちゃ夏、はっよーし。ヒグナシだ、あ初めてだねやっぱりね。ヒグナシを捕まえた切ない声で泣くんだな。セミ取ったの初めてか。あてかそうだよね、あそっかそっか、7月になったのか、前回は6月30日だったもんね。やばい、夏の虫がいろいろ出始めるのかな、やべえ。嬉しい、なんか俺去年夏全然あの熱盛でやってないからね。よいしょ、あここのディスプレイ変わるんだね。この間なんかヒーロースーツみたいなの飾ったって気がするけど、なんかワンピース飾ったらかわいい。よいしょ。こんな格好で行くなよ。やばい、でもやばい服結構売ってるからなこの店には。あらペーター、ちょっと待て。ちょっと待って、ペーターがなんか味を占めてるんだが、おここに来れば俺に服買ってもらえるからっつって、ペーター味占めてる、それが欲しいのかい。え？やばい、またこれ服の品揃え変わってるよ。ちょっと借ります。どんな感じになってる、あいいね、スーツ売ってるじゃない。あちょっと待って、タキシード、へえ、あ普通にもう白いタキシードも売ってんだ、へえ、いいねいいねいいね。なんかなんかなんか買おうかな、やばい本当にお金なくなっちゃうこれ。うわジンベエめっちゃいいじゃん、ジンベエよ。赤ちゃんの帽子のバリエーション凄まじい、バリエーションなんだけど赤ちゃんの帽子。いやコナンくんですよね。え、あのコナンくんですよね、もしかしてね。なんか買っちゃったよ。やばいやばいやばい、もうお金1万円もねえじゃないか。でペーターどれが欲しいの。どれが欲しいのペーターな、ペーター。しらじらしい。偶然だ。待ってたくせに俺が来るの、絶対待ってたでしょ。うん、あそうなの。いろんな服を試して買ってもらおうと思ってきたん、うん。そうなんだ。おっきめの服、これセーラーとか似合うんじゃないのペーター、これ絶対似合うセーラーねえ。どうよどれが欲しいん。どうしたペーター。そうかな、そんなことないんじゃない。もう一個セーラーあるけどそっちは結構白いけど、こっちの色だったら大丈夫だと思うけどね。ちょっと待って、ペーターに聞かないと。欲しいペーター、欲しいペーター、セーラーどうなんペーター、欲しいの、こんなの探して。欲しいの。欲しいんじゃんよセーラーシャツやっぱり。え買っちゃう。しょうがないな。ペーターペーター、おい
これもらって分かってるくせに、セーラーシャツな。はい、これこれ惜しかったんでしょひょっとしてって、ひょっとしなくてもセーラーシャツでしょ。目の前で買ったんだこれ。俺どうぞ。あらかわいい、めちゃめちゃ似合うんだが。ちょっとブレザーくれた着てるわ今ブレザー、ありがとう。ちょっと待って、セーラー帽もこないだ買っといたんだよね。ちょっと開けちゃおうかな。これ1日1個しか物あげられないんだっけ。どうもうもらうもんもらって眠くなっちゃったねえ。君ちょっと着てみたらどうかな。ブレザーもらったから着るか。これね、よいしょ色変わったけど、あれもなんかちゃんと制服みたいな感じになってる。どう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 、いいんじゃないのこれねえ。セーラーとブレザーでセーラーとブレザーでいいじゃん。学園もの始まったないいね、いいじゃない。あさみさんは今日もシャイですかはっきり言われたわこれそのうちお話ししてくれるようになるかな。これね、キニオちゃんはすごくすごくお話ししてくれるんだけど。ほんじゃなペーター、またまた買ってほしかったらおいで。ほんじゃね、はーい。またいろいろ買っちゃった、これ散財しちゃったね。さあさあさてと、どうしようかな。なあ、とりあえずミラコのパーティー行きたいね。何着ていこう、あとプレゼントを考えないと。プレゼント、え、あちょマジで今何が起きたのかと思って、これ自分の家か、違うか、違う家入ってきちゃったかと思ったら、そうだった、俺の家聖堂なんだった忘れてた。あ、ちなみになんか2階は夢番地公開する前になんかしようかなと思ったいいねトロフィールームになってるから、ここちょっとなんか雰囲気あるよなジャズが流れてる、いいでしょこれ。ちょ、うちの島に遊びに来た人たちにちょっとここでまあちょっとね、ちょっとした遊べるスペースを作って俺ニシゴイとロブスターとかこれ成金この格好めっちゃ合うんだけど、この部屋にいいねいいね、金持ちの家の子供、小さい頃から英才教育でめちゃめちゃトロフィー取りまくっている。いいじゃないいいじゃない。あ、そういえばあれか、ケケ演歌こんなジャズイな雰囲気なのに演歌流すことになるけどジャケットめっちゃいいな いいじゃない。あ、これそういえば取り出してさ飾ることできるんだよね、ジャズとかこれとかこれとか飾っても良さそう、この部屋めっちゃ合いそうだな。どんな感じになるんだろう、よいしょ演歌合わねえ、演歌やばいぐらい合わねえよ。これか、ほい、おお、めっちゃいいね、こんなんめっちゃいいですよ。これこうやって飾っとくとまた雰囲気出ますね。あのちょ、ジャズ流したいからあれだけど、おお、いいいい、おしゃれおしゃれおしゃれな部屋できるよ演歌気になるな。ミラコは実はお花が好きなんですよね。お花のなんかお花のやつでもいいな、可愛いのが実は好きなんだよミラコは。あ、結構花の、あーあー、ほうほうほう、あ、アネモネの扇風機いいんじゃないのこれ、なんか拾ったのかなこのレシピ。アネモネ、ミラコの家にアネモネ飾ってるしね。そう回るんだこれいいじゃんこれ、アネモネの扇風機、あれリメイクできるんだこれ、よいしょ。ねえ、これから夏だし使うでしょこれ。色とか変わんのかな。あー、はい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 、なるほどね、赤ピンク紫にできるんだ。
まあでも赤かな、ミラコは。まあ、黄色があったらなお良かった気がするけど。じゃあ黄色いラッピングペーパーで包んであげて、よいしょ、 OK、 準備万端。さあ着替えていくぞ。俺はミラコ、俺はミラコ、俺はミラコ、俺は私はミラコ、私はミラコ、私はミラコ、私はミラコ。よし、誰も見られてないな。絶対に見られるんじゃないぞ、この姿だけは。結構でもなんか見て、ミラコじゃん。俺ミラコじゃん。よし、さあ行こうか、最高のバースデーパーティー。さあ今日は誰がお祝いに来てるのかな。あー、オパールさん。いいね、女子会じゃん。俺も含め、俺もじゃないか、うちのバースデーパーティーにようこそ。やったー。いいね、女子会。オパールさん、どう、どっちがミラコか分かる、これ分かんないでしょこれ。おー、もう分かんなくなって壁の方見ちゃった、オパールさん。いいなー。オパールさんだ。そう、なんか気合いそうだよねみたいな言ってたからね。やっぱ仲良しなんだな、嬉しい。くっついてる。あ、ミラコ今日あれなんだ、主役だからさ、あのなんかいつもしてる星のサングラスみたいなやつしてないね。いいね、ハートのさ。かわいい、オパールさん、いいよ、リボンがまたいいねこれ。ちょっとミラコ嬉しいね。もちろんだよ、ずっと楽しみにしてた今日。うん、かわいい。かわいい。言い方かわいすぎるだろ。もしかしてプレゼントなんかも用意してくれてたりするのかい。当たり前だろミラコ、手作りだぞ。さっき作ったミラコは花が好きだからな、実はこう見えて。うん、ミラコと同じ黄色いやつに包んできたから、黄色と赤の。どうこれ、そう。でしょ。使ってな、これから夏だからね。本当はバイクの1台。本当だったらな、現実世界だったらバイクの1台や2台買ってあげたんだけど、ちょっと売ってなかったからさ、あれタヌキチとこに。オパールさんどうよ、どうよオパールさん。どう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 っつってくるよ。あの子の笑顔を見てるとなんだか私も自分の誕生日が待ち遠しくなって。あー、いや、ミラコは面倒見がいいお姉さんだったんだけど、だから島のね、みんなの姉子なんだけど、でもオパールさんの方が年上 でオパールさんだけにはこうミラコはね、こう甘えられるわけよ。なんか知ったような口聞いたけど今。甘えられるわけよ、俺ミラコだからな。だって私ミラコだから、ミラコの気持ちがわかるね。後からね、オパールさんが島に来て嬉しかったんだよな、ミラコな。うん、ね、いいね、いやーいいわ、いいですね。かわいい。すごい、ダイヤモンドのネックレスつけてない。ミラコさんも今日から一段ステップアップよ。こうしてみんな大人の階段を登るんだ。やっぱオパールさんの方が大人なんだ。うん、ね、オパールさんの誕生日楽しみだねこれね。これなんか、てか、あの後でまた来ると違う子がお祝いに来てたりするんだって。知らんかった、ちょっとまた後で来てみようかな。そしたらちょっと写真撮ろう、写真、このこの頭で女子会。ちょっとみんな、ちょっとインスタに載せる写真撮るよ。ちょっとこっち見てこれ、TikTok に、 TikTok に載せるから、いいよカメラ目線、いいよ。女子会だからマジで写真撮っちゃうみたいな、これパシャパシャ。いいね。楽しそうだなミラコ。うん、楽しんでるよミラコも、楽しんでな、主役なんだからミラコ。うん。大人。年は取るものじゃなくて重ねるものよね。だって毎年できることが増えるなんてとっても素敵なことなの。さすが大人、オパールさん。ね、嬉しいわ、オパールさんとミラコの仲がいいっていうのが。なんて、バースデーケーキを食べたくてうずうずしてる。食べなよ、食べよう、これ
なんかこれなんかシャンメリーかなこれシャンメリーみたいなも置いたんじゃん。ねえ、食べようこれ。写真撮ったしインスタ載せたからもう食べちゃおうよ。ねえ、うん、こちらこそね、ミラコ。ミラコとは一番長い付き合いだからな、ミラコと1号かな。うん、また楽しみだな、これからの1年が、俺たちの1年が。うん、お母さんが焼いてくれたケーキの味だった。うん、母の味。これ誰が焼いたんだろう、オパールさんってかな。ねえ、絶対そうじゃん。オパールさんがケーキ焼いてきたんだよ、ミラコさんつって。飾り付けもオパールさんやってくれたのこれ。へえ、さすがだねオパールさん、大人の女性、手先も器用。このこのでっかいこの大きい手で作ったのよこれを。歌ってる。何度やってもいいな誕生日パーティーは。じゃあちょっとまた後でさ、誰か来てないかなって覗きに来てみようかな。ほんじゃあね、あごめんねちょっとミラコ。ごめん、じゃあまた来るね。あー主役がいな、主役が帰っちゃう。ミラコが、ミラコが帰っちゃう。ミラコの家からミラコが、今日うちのバースデーパーティー来てくれて遊びに来てくれてありがとうな。いいや、うん、ぜひ使ってね、涼しくなるよきっと。よし、さあじゃあちょっと返信とかないと。ちょっとこの返信とかないとな。これちょっとステッキに入れとくか、この返信、バースデーパーティー用の。チャキーン、いいね、爽やかにね、暑くなってきたし。ちなみにあの俺クーラーボックスに着替えてるんで、みんなもしかしてまだあのクローゼットで着替えてる感じ、今時クローゼットで着替えてるやつおる、俺ぐらいになるとやっぱクーラーボックスで着替えるんでね。さてと、そしたら、さっき日暮らしがいたじゃないですか。なんでちょっと虫も魚もこれ新しいのいっぱい取れると思うんだよね。ちょっと普通に虫取りしたり魚釣りしたりしたい。てか海にも潜りたいし、でかくねこいついきなり、軽い。ああ鈴木、ああ鈴木、これ虫欲しいな。あ、ちょっと待って、なんかいる。これカナブン？いや違うでしょ。なにこの色、なにこいつ、なにこいつ、なにこいつ、ちょっと逃げない、いけるか。はっ、なんだこいつ、コガネムシか、オーセンチコガネだって。メタリックな輝き、早速取れた。これ虫めっちゃ増えたんじゃない。あれペンタいなかった、この辺にペンタ、あれ。気のせい、あいたいたいた。ズーム行ったね、オスペンタ。どうだい調子は、あれなんか買い物してきたん、ミラコにプレゼントかなもしかして。うん。了解です、ありがとうございます。そんなにまあ夏だからな、夏だからといって汗かいたままにしておくと風邪ひいちゃうから。うん、いいでしょこれ、なかなかクールで色合いがまた。筋肉のことしか考えない、どこに筋肉あんだよっつってプニ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 ってやりたいよ、マジで。こうスラムダンクで安西先生の顎を桜木がダムダムするみたいな感じでプニプニプニってやりたい。虫取りしつつ魚釣りもしつつみんなとお話がしたい。あら、ホマレが海を見て黄昏で見て、これどうこれ。ホマレの家の前にバラをめちゃめちゃ植えたんだけど、いやてか増えたな、全然オレンジなんかなかったと思うんだよな、ピンクあったっけな、結構増えた気がする。ホマレも水あげてくれてるかな、なんかアイス食べてんねホマレ。何それ、何アイス、なんかみんなソーダのアイスとか食べてるけど、なんだそれ、大人なコーヒー的なアイスかな。世間話しよう、うん、夜はこれからで。終わった。終わったな、もうちょっと喋ろうぜ。なあホマレよ、何してんの。え、マジで知らんかった、今週の土曜日釣り大会なんだ。へえ、そうなんだ。まあでも釣り大会、釣り大会全部俺ポイント取ってたんだよな、釣った魚の数を競うという大会のルールには賛同してる。キャッチ&リリースがポリシーらしいよホマレの。魚のことも大切にしようかな。さあこの膝のホマレにどんなご用かな、じゃない、うん。好きだよなそれな、ノーカラーシャツホマレは。
お前にもなんか服やろうかな、おしゃれな服な。洋服屋さん行ってくれればいつでも買ってあげるのに。ちょっとこれバラがいっぱいになったらさ、ここら辺からこう道を作ってさ、こう両脇をもうバラで埋め尽くして誉れロード作りたいな。これは楽しみだ。どんどん増えてほしいな、バラ。はい、でかでかめっちゃでかいけどブラックバスなんだよな。だいたい、あー軽いな、軽い軽い軽い。あーなんだマジか、ドラドか。え、ドラドってこんな軽かったっけ。やったドラド釣れた。あんまりか重くなかったからブラックバスかと思った、びっくりした。やったドラド。ドラドさ、模型絶対作りたいんだよね、絶対に作りたい。だからちょっともっといっぱい釣りたいんだよな。あ、そうだ、オパールさんのところ。あ、パンジー咲いてる、いいねいいね。あ、かぼちゃめっちゃできてんじゃん。お、すげえすげえすげえ。めっちゃできてる。あ、カナブンいるけど、カナブン取ったよな。すげえできてる。だからあれだね、色がなんか4種類ぐらいあるっつってなかった。でほとんどオレンジだね。ほぼオレンジだけど、いいねいいね。あともう1種類あんのかな、これ色。これ取れんの、これ。あ、取れた。あ、取れた。あ、3個。これ一応ね、水あげたんすよ。これ。え、これあれなん？これ何回も収穫できんの？これもしかして。そんな感じするね。あ、マジで？いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よいしょ。本当にこれ牧場物語だ、いよいよ。あ、間違えた。これ。これ売れんのかな？あとなんかレシピに使ったらできるんだろうね。かぼちゃのなんか作ったりとか。かぼちゃいっぱい取れた。あ、食べることもできるし、置く。置いといても可愛いね。置く。緑のかぼちゃと白いかぼちゃができたんだけど、ほとんどオレンジでしたね。白と緑めっちゃレアっぽいよね。運が、異常に運が悪かったのかもしれないけど。またレイジが来たら買わなきゃね。もう一種類あるみたい。緑とか白植えとこっかな。そしたら増やせるしね。畑ちょっと拡張するか。よいしょ。そういえばレシピ全然出てねえな。ほい、あ、来た、水中の壁紙。いいよ、これ絶対いいやつでしょ。水中、いやマジで水中部屋本当に作りたい、マジで。今の一番の目、うわめっちゃいい。超いい。これで海の底の床でしょ、最高じゃん。ねえ、こう水面の床に対しての壁もないのかな。それもあったら最高にいいんだが。よし、じゃあちょっとあえてあの上側にもう一個畑作りましたけど、あっちに白と緑も植えたんで、これでまた一気に増えるな。いいね、増やしてさ、もうどん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 お金か。ちょっと待って、え、何これ、ちょっと待って、